みほとけチャンネル。あ、本当ですか。あ、あります。いただいてます。美味しいです。家が鎌倉でして、鎌倉、あと仏像が好きなんですよ。仏像、はい。でちょっと私の一押しの大好きな仏像の、うん、今日はあのプレゼントでカードを持ってきました。これ仏像が 1,2,3,4,5,6 体、6体どこ、はい、これは鎌倉の、あ、すみません、これは京都なんですけど。あ、京都、はい、六原蜜寺ってお寺さんで、京都だと有名なのだと多分清水寺とか有名なんですけど、うんね、こちらは六原蜜寺っていう少し小さいお寺さんで、この空也上人っていう口から小さい、こちらですね、はい、口から小さい仏像が、飛び出ている仏像が一番好きで、はい、1,2,3,4,5,6体、はい、6体並んでいる集合写真になります。あんまり、これ銅像だ、これ木彫ですね。あ、木像、はい、木彫です。木彫の木を 何本かこう寄せてくっつけて彫っているのがこれで、こちらは1本の木から丸々こう掘り出しているっていう、うん、ねえねえ、みんな昔はこれ掘ったんだもんな、はい、そうですね、うん、今やれとあんまりいねえんだろうけどね。あ、今人数は減ってますね、うん、でも今も結構やる人はやる人で続いているんですよ、ちゃんと伝統は、うん、それがすごいなと思いますだね、うん。アシナさん、お好きなお顔はありますか？あ、やっぱり、はい、引きだからダメだったらいいんだよ。うん、やっぱりこういうもの引きっていうのなかったんで。ああ、ない方がいいですか？わ、うん、かりました。じゃあこれ、あの差し上げますので、よかったら。もらっても始末になると大変だからね。はい、うん、やっぱり集めないんだわ。だそうですね、うん、私は集めない、集めない、うん、あ、わかりました。始末、そうですね、はい、大切にしたいから住みやすいんだ。はい、じゃあもう一個ちょっとご紹介したいものがありまして、この中の時刻点っていう仏像なんですけど、あの四天王のうちの、四天王ってよくいらっしゃるじゃないですか、うん、のうちの一つで東を守っている、うん、あの仏像、武器を持って悪者を寄せつけない。ああ、そうだね。その力強い姿が好きで、あのキーホルダーが出たんですよ。キーホルダー、うん、今仏像のキーホルダーが出てるんですよ。写真になっていて、これ実物は平安時代のものになるんですけど、時代言われてもわかんないな。1300年前ぐらいですかね。1300年、はい。っていうもので、どうですか、こちらは何かに、あ、これ袋から出しちゃいますね、袋が邪魔だと思うので。いいね、まあ集める時期があるんだ、これ。そうなんですよ。集めてて、家にもたくさんあって、私は、はい、こちらはどうですか。俺も一時集めたことはあるけれども、へ、うん、やっぱり長続きしないわ。うん、何集めてらっしゃったんですか。いや、わかんないけども、はい、ただ神社仏閣に行って、これは 何様だって言われたって、はい、うん、買って持ってきてもいるんだけど、はい、これいつの間にかどっか行っちゃうな。その買うときは、
ありがてえもんだと思って、そうそう、そう、大事にしなきゃって思うけど、うん、家帰ってくると、うん、あれどこ置いたっけなみたいな、そう、誰も持ってない、はい、俺一人しか持ってないんだっていう意識で買ってくるんだけど、はい、どっかに、タンスの引き出しに入れたり、なんかしてしまっていくと、はい、誰かに投げられちゃったり、そうですね、うん、そういうのもあるな。それめっちゃわかります。私もよくやります、うん、はい、で気がついたら家にそれで2個あったりします。あ、なんかあれ、これ前も買ってたかみたいな。じゃあこれは面倒見きれないということで、すごいなんか逆に嬉しいです、そういう風にきちんと返事いただいて。これどうですか、このアクリルキーホルダーは。いいですか。わかりました。もらっても、はい、ね、お粗末になったんじゃ悪いから。わ、ね、かりました。やっぱ集めない方がいいなと思ってんだ。あ、そうですね、はい、わ、はいはい、かりました。面倒見切るもんだけを面倒見切る今はやっぱりじゃあ修介さんの面倒で大変ですか。はい、修介に逆に面倒見てもらってんだ。あ、そうですか、うん、はい、面倒見がいいんだよ。いや、思います、非常に見ていて、うん、そう、はい、うん、そうですね。先ほど江ノ島に遊びによく行ってたみたいなお話で、海水浴ね。海水浴はどなたと行かれてたんですか。いや、やっぱりうち中で。あ、うち中で。うん。孫から。孫から。うん、じゃあアシナスさんも一緒に。こちらめったわ、一緒に。行かない。そうだよ、ね。伊豆の一緒に行った。江ノ島じゃん。伊豆。ああ。別に お寺に娘3人いるんですよ。ほう、だからその娘も海水浴行くかっつって行くっつって一緒になって、お向かいのあのお寺さんですか。そこのお寺すごい。こちら親戚と同じだから。あ、そうなんですね、うん、親戚なんですね。僕ら水質って仏壇のああやってもう拝んでくるんだ。へえ、うんうん、誰にも飲料なんかいらねえんだ。あ、そうなんですね、うん、勝手に入ってて。そう、ほんと。じゃあもう自分家のお仏壇ぐらいの距離で。そうそう、いいなぁ、うん、そういう風にこう2階に上がるというと、うん、はい、昔の像さんがいっぱいいるから。へぇ、そういうのと思うんですよ。あ、そうですか、うん、やっぱ落ち着きます。うん、はい、いや、私もちょっとじゃあ帰り寄ろうかな。私が寄っても大丈夫ですか。あれ、あ、やっぱり知らない人上がってきゃ知らない人は上がれないですよね、うん、なんか言われんだろうなそうですよね、うん、いや、なんかお寺さんは行けるかな。俺なんか知ってるから、はい、うん、こんにちはぐらいで終わるけど、ね、もうお付き合いも相当長いんじゃないですか。しお付き合いも相当長いよ、ずっと、ね、もう長い。こういうお寺が、はい、東北の人だから、ここの人。あ、お坊さんは。そうですか、うん、でこう、 うちの子の前に一回住んだのよ、はい、で住んで気に入ったかなんか知らないけど、こういうお寺作っちゃったんだよね。へえ、うん、あ、じゃあここの地域が良くて、うん、だと思うよ、うん、そうか、いいですね、やっぱ、ね、じゃあこの辺の人が良かったんでしょうね。かもしれないね。うん、そうですよね。いや、そういう、私もお寺さんとかに行って、そのお寺の歴史を見るのが好きなんですよ。いや、このお寺さんはこういう人がこうやって作ったんだなみたいなのを知るのが好きなんですけど、まさかここで生の創建当時の声を聞けると思いませんでした。よかったね。はい。でも私気が付いたんですけど、あそこに仏様の顔仏像仏像、あれ、ああ飾ってますよね。俺はね、あれ何なんですかね。誰からもらったのか分かんないんだわ。ああ覚えがないんだよね。なんかすごい古いんだろうなっていうのは分かります。古いんだよ、古いの。いつからあるんですかね。こっち側にあるのが、はい、この前のオリンピックの見たらだよね、みんな。あの記念硬貨みたいな。そうそうそう、うん、東京、前の東京オリンピックですね。東京オリンピックのね。へえ、うん、すごい。なんか真ん中にあるのはオリンピックって書いてあるやつ。へえ、でっかいの、でっかいの、うん、
へえ。すごい、結構いろんな数集めたんですね、あれも。うん、集めたんだ。コレクションしてるじゃないですか。夢中になって集めたんだからね。これは。されてたんですね。うん、すごい。オリンピックだって言うんでね。はい、うん。アドイ作るんだか分かんねえが。はい。そうですね、うん。来ましたね、でもね。オリンピック、東京オリンピック。また。そのあの時のオリンピックは実際に生で見に行ったりとかされてたんですか？うん、へえ。生で見に行ったっていうか、 見に行くにあれがねえよ。あ、そうですよね、チケットとかね、手伝わなければ。そうですよね。あ、そっか、お金もらえないそっか、うん、ただじゃいけねえから。そうですよね、チケットを買わなきゃですし、うん、そう、そっか、うん、だからテレビ、うん、こういうのは市販されるからね。はいはいはい。だからそこ行って買って、それは長い入れておくみたいな。ということなんだね。楽しそうですね、そのコレクションが。じゃあ、コレクションが？コレクションが、はい。私がこう仏像のいろんなコレクションが今。そういうことだ。一緒ですね。うん、こんぐらい、今、仏像のこういうポストカードだけでこれぐらいあるんですよ、今、重ねて。とんでもないことになってます。大変だな。大事にしなくちゃですね。何かを大事にするっていうよりも集めちゃうのを優先しちゃうので、うん、そう、集めるまで大変だったね。はい、改めて物を大事にしようって思いました。なあ、ね、はい、やっぱり物は大事にしなくちゃいけないんだね。本当ですね。だから俺もそういうのに一時凝ったけれども、はい、ああ、これはね、仏像だから粗末にできないからやめた方がいいなってやめたんだ。今もはい、大切にします。今日もうまさにあのさっきもうそんなこと言いながらまたもう2冊も買っちゃってて、うん、これ京都と大阪ですね。お寺の本だ。そうなんですよ、こういう今もすごい綺麗な写真で載ってて、これが好きで、うん、はい、孤児以降、これ結構いい雑誌なんですよ、うん、こういう、うわーいいなーこれ、うわー興奮しちゃいますね。あのこういうどうですこのお顔、いい顔してるな。こういう、これ如意輪観音さんっていう観音様ですね。嬉しいです。うわあ。今自分のおじいちゃんと一緒に本見れてるみたいな、めっちゃ嬉しいんですよ。めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。仏が神に、神が仏になるんですよ。はい。そうなんですよ。神と仏って種類がちょっと違うんですよね。あの神様は神社とかにいらっしゃって、日本由来のアマテラス大御神とかいらっしゃるじゃないですか。で仏教のこういう仏っていうのはインドで生まれて中国渡って輸入されてる、ちょっとまた2つ違うものなんですよね、うん、っていうものなので別物なんですけど、日本に入ってきたらそれが一緒のものだっていう考えになって、まあ、っていう、そのだから神様、日本由来の神様とインド由来の仏様が一緒になって新しいものが生まれてるのが日本だけなんですよ、はい、唯一日本だけで生まれてるそういった神っていうものがいて、それがこの、うん、あるかな写真、あ、これは違う。ああ、すごい。はあ、すごいこれ。見たことないな。うるせえです。日本に一つだけなんですよ、これ。普通に仏像に興奮してた。じいちゃん、その興奮度わかんないよ。
不動明王ですね。不動明王、はい、大不動と。そうなんです。忠実に模した映像、うん、こちら平安時代のお坊さん、本当に昔1200年前かのお坊さんなんですけど、その人が山で拝んでいたら、不動明王が現れ、不動明王っていうのは悪いものをこうやっつけてくれたりとか、うん、あとはその我々迷っている人間を強引にこう導いてくれるっていう、だから芦名さんとは逆っていうのを結構笑顔で迎えてくださる。で、不動明王は怒った顔でいろいろこう、うん、でもこの怒り顔はあの母親とか父親の子供を叱る時の怒った顔、内情ゆえのっていう表情の顔なんですけども、この大不動、巻不動とも言うんですけど、こちらはとあるお坊さんが拝んでいたら突如として目の前にふわっと現れてくれた仏様で、普通のような体は青いんですけど、このそこに現れたお不動様は全身が黄金だったということで、まあ黄色で黄不動と言われているっていう。なかなかそこまで知るのは大変なんだ。すいません、ちょっと嬉しくて聞いてくれてありがとうございます。いやいや、俺もそこまでは無茶にはなんでなれんねえな。ちょっと私がイカれてるんですよね。私がイカれちゃってるんです。来ているんです。サムエっていうあのお寺の人が着ている作業着なんですけど、ちょっと可愛くこうやって、その着物ね、はい、お坊さんがよく着てるわな。そうそうです、そうです、それをいつも着ていて、でちょっとサイズがわからないので、あのズボンだけなんですけど、ちょっとあの差し入れで持ってきまして、長ズボン、はい、長ズボンです、うん、でここにあの銀の刺繍で御仏マークです、うん、これ私のイラストをロゴにしているんですけれども、うん、のズボンをちょっとよかったら、あの、はい、でお寺行ったらびっくりするかな、はいするかもしれない。あれ、まあ、でもズボンだけだからわからないと思います。あの普通になんていうんですか、長ズボン、ただの長ズボンで結構伸びたりとか、あと全部ゴムなので、ありがとうございます。